こんにちは、のぶです。今江南台の方に来ています。練習場を、開発していこうかなと思って、江南台まで来ています。じゃあちょっとこれから練習場所を探していきたいと思います。はい、ここ今いますね。グラウンドがあるみたいですね。あ、すごい梅が咲いてる。綺麗ですね。ちょっと進んでいきたいと思います。本当にグラウンドがあるのでしょうか。ちょっと行ってみたいと思います。うわ、団地の中なんですけど、この先になんかグラウンドがあるみたいなんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。ありました、ありました、グラウンド。あ、ここなんだね。ありましたね、グラウンド。ちょっと暗いですけど、この下、あ、ここいいね。ありました、グラウンド。ちょっとここだ。ここのこと言ってんだ、グラウンド。暗っ。でもなんかできそうなんで、ちょっとここのところでやってみようかな。ボールの距離感が分かんない。でも急に、いや今ちょっと練習してるんですけど、こうやっぱ昼間と夜とじゃ、なんかこうボールとの距離感がなかなかつかめなくて苦戦しています。まあでも慣れないといけないので、頑張りたいと思います。あ、いいね。はい、では今夜の練習、とりあえずちょっと時間なんで終わりにしたいと思いますが、なかなかこうボールとの距離感というか、まあ言い訳なんですけど、ただの下手っぴなんですけど、ちょっとまだ慣れていないので、ちょっと慣れないとなと思います。諦めないで、夜の練習も、していけたらなと思っています。じゃあちょっとこれから帰りたいと思います。すごい、あのグラウンドとしてはめちゃめちゃいい環境なんですけど、またね来れたらいいなと思います。よし、じゃあちょっと江南台の駅の方に向かっていこうかなと思います。そうそう、今日あの皆さん知ってますか、あのノートっていうあのブログというか記事をこう書くのがあって、それを今日初めてあの始めました。ノートですね。ちょっと一度検索してみていただければと思います。はい、江南台の方にやってきました。これ目の前バーズですね、これ。戻りたいと思います。はい、ということで、ちょっと江南台の夜の練習散々でしたが、まあ、また懲りずに、継続していけたらなと思います。では、また、次の動画で会いましょう。ありがとうございました。